ユーグ・ファブリス・ザンゴは、ブルキナファソア・アガデグー出身の陸上競技選手。専門は3段飛べ。17平方メートル3の自己ベストを持つ室内アフリカ記録保持者。2015年7月9日、公衆ユニバーシアード男子3段飛べ決勝において、16メートル76の自己ベストをマークして銀メダルを獲得した。2016年6月25日、 アフリカ選手権男子3段飛べ決勝において1 6ル8 1の自己ベストをマークして銀メダルを獲得した。2017年7月24日、フランス語圏競技大会男子3段飛べ決勝において惜しくもブルキナファソ新記録樹立とはならなかったものの1 6ル9 2をマークして金メダルを獲得した。2017年8月25日、 台北ユニバーシアード男子三段飛べ決勝において17メートルに迫る16メートル97をマーク。2003年にオリビエ・サノーが作った16メートル91のブルキナファソ記録を塗り替えたが優勝したアゼルバイジャンのナジム・ベイブ部に4センチメートル届かず惜しくも優勝は逃した。2018年1月27日バルドイコール,ルイユで行われた 室内大会男子3段飛べにおいて、屋外も含め地震発の17メートル超えとなる17、平方メートル3をマーク。ナイジェリアのアジャイー・アグベバクが1982年に、樹立した17メートル00の室内アフリカ記録を塗り替えた。ありがとうございます。